チャンネルテレラジオ青春野菜。どうもこんにちは、武井照彦です。見ていただいてる方どうもありがとうございます。今日はですね、ちょっと久しぶりに、やりましょう。1972年いきましょう。昭和47年、僕が生まれて7年後です。僕は7歳です。1972年生まれは、昭和47年で48歳現在。1972年生まれの有名人、著名人の方は、マツコ・デラックスさん。あ、そうなんや。マツコ・デラックスさん。そうなんや。へえ。これ言うてええんかな。ああ、フライデーかなんか乗ったからいいんやろね。俺の後輩の漫才師の相方の、まあ、名前やんけど、まあその子のいとこらしい。マツコ・デラックスはなんか子供の頃一緒にお風呂入っとったらしいで、らしいです。他はおお、スマップ中居くん、木村拓哉さん、48なるんか。全然見えんよね。やっぱり今でもかっこいいよな。木村拓哉さんなんか、まあ中居くんもそうやけど。ああ、そうかそうか。まあまあ僕はね、25年ぐらい前、桜っ子クラブとか、夢がもりもりとか、そういう番組で、スマップさんと一緒に、出演させていただいてますけど、もう桜っ子クラブなんかスマップがデビュー当時で、香取慎吾君が小学校6年生の時やからね。西武遊園地から生放送1時間の、一緒に僕も出てましたよ。バイマイセイヤ、君の手にキャッチマイソボーとかいうのを歌ってたよ。あれ生放送やから、リハするわけよ。リハしてる時に、司会してた光源氏の内海さんとかが、横からスマップが、おい中居とか、おい木村とかでこう、リハしてるのに横から声かけて、リハしてるから振り向けないとかいう遊びをやってたの。そしたらいざ本番始まって生放送ですよ。バイバイセイヤーとか言ったら、宇宙さんが、つよし君呼んだ、おいつよし言うたら、あいつは、は？なんすか？言って、生放送中に振り向いたという、笑ってしまいましたけどね。そうやね。あとはそうやな、森くんがいてた頃やからね。森くんは夢がもりもりで何回かご一緒させてもらったけど、俺だけに見せてくれましたよ。ジャニーさんに怒られるんですけど、実は僕バイク免許持ってるし、バイク乗ってるんですよって、 XJ のねバイク乗ってる写真見せてもらいました。まあ、あの頃からそのバイクっていうのに興味あったんやろね。今も右ばっかり回る仕事オートレースね、右ばっかり、こんなハンドルやからね、あれ左回られへん。そうそうそう。あとは誰や、あ、飯島愛ちゃん、はいはいはい、もう亡くなりになられたけどね、いい子でしたよ。まあ偉そうに俺いい子でしたって、俺デビュー当時のギルガメッシュナイトってちょっとエッチな番組、 MC が飯島愛さんがやられて、僕もちょっと一緒にレギュラーでやらせていただいたことある。すっごい礼儀正しい子で、すごい可愛い人でしたよ。ね、はい。他は、有野くん。そうか、良い子の有野くんもそうか。もうね、もうせっかくだから、そんな向こうは迷惑するだろうけど言いますよ。良い子っていう名前ね、あれ僕がつけたんですよ。良い子ってね、売れる前はなめくじっていう名前やって、ね、会社の偉いさんがそのなめくじっていう名前では売れへんから名前変えろって言われたらしいで、ほんで僕が、養成所に、番組の衣装をスタイリストさんから受け取るのに行ったところが、養成所で難波っていうマネージャーと良い子2人が、その時まあなめくじやった、3人がなんか相談してて、何してんねんって、いや、名前変えろ言われて、とか、どうしようかなとか思ってるんですとか、その時パッと見た幼稚園の良い子っていう本があったんですよ。で、お前らこれええんちゃうか言うて、あの子らもそれを気に入ってつけたという。まあまあ、
だからどうしたんやっていう話やけどね。まあ俺がもしも売れたら向こうからそんな話言うてくれるかなとかって思いますけどね。まあまあそういうことです。あとは出来事では、オロナインエッチ軟膏が発売。オロナインエッチ軟膏って懐かしいな。俺子供の頃このエッチっていうのがなんかもう何に使うねんこれって思ってたのはありましたね。あとはカシオ電卓の発売。そうやな。俺は子供の頃、まあ、電卓もあったけど、まあ、ソロバンとかの塾とか行った覚えてるな。俺ソロバンを足の裏に2つこうつけてね、アイススケートみたいにしたらもう先生が二度と来るな言われて1週間でやめたことあるんですけどね。あとは流行語は Now、 あ、おしゃれなこととか粋なこと Now って Now いなとかって言うてたな。あとは日本列島改造論。あ、田中角栄さん、この人ね、中卒で農家の人かな、 それで田舎から出てきてここまでのし上がって日本中に橋を作った人やからね、日本列島全部つながるように。すごい人ですよ、このマガーいうのはね、有名でしたけどね。まあそういうことでございます。さあそれでは皆さん、もうステイホーム、自粛で自宅で、ね、運動不足にもなってると思うし、あの部屋でねストレッチとか運動した方がいいですよ。かというでね、そんなめんどくさいわとかしんどいわとかいうのもあるかもが、こういう風なんやったらちょっとね運動不足が解消できるんちゃうかなと思って僕はねやってみました。今話題の台湾のチュンチュンちゃん知ってる、あのプロ野球のチアガール、今ごっつい注目されてるの、かわいい。あの子のチアガールをあの子になりきって、やってみましたんで見てください。どうぞ。54なんですよ僕。もうね、ああいう女装してね、ああいうのね、すっきゃな、面白いわ
しかしまあグダグダや、50肩で肩も上がってないし、おでもねあんなことをキャラつくね、誰かの真似してなんかダンス踊ったらあのストレスも解消するし家族も喜ぶし、お父さん方彼方ちょっとやってみたらどうですかね。さあそれではネタを見ていただきましょう、どうぞ。いやいやケイさん、こんなもうこの上にジャケットとかかぶさんでそんな気使わんでいい、うん、そんなジャケットとかかぶりそうだってどうせあの人手錠かけられてんねやで、もうバレバレですもん、そんな気使わんとってください。そらジャケットかぶりそうでジャケット取ったらトウモロコシ握ってた、そら面白いですよ。あすいません、あこれ乗るんですか、あほら、あケイさん先ですか、あどうぞどうぞ、ケイさん、あ次わしですか、あわし真ん中で、あなるほどなるほど、挟まれるわけですか、なるほどなるほど、ほーですか、ケイさんやっぱり逮捕される時パトカーじゃないんですね、こういうワゴンなんですね、パトカーが良かったな逮捕されるのは。いやいやケイさんね、わし子供の頃から逮捕される時はパトカーやって決めてまして、パトカー良かったな、まあまあ仕方がないかね、今からそれじゃ警察行きますの、あケイさん、あの警察行って一旦俺帰っていいです、いえいえ、うん、ちゃんと戻ってきますように、下手にしませんよ、いや一旦帰らせてください、え、なんで、なんでって、あのレンタルビデオあれ返却せんと延滞金取られますやん、ああだからそれ、うんうん、え、ダメなんですか、ほらケイさん延滞金払ってくれます、それはたまし別にね、おそんな つもりもないし、いや延滞金払ってくれたら、俺が借りてるビデオ見せますよ、面白かったですよ、あれあれハリソン・フォードの あの逃亡者、それとニコラス・ケイジの大脱走いやそんなつもりないですよ、おあダメですか、そうですか、わかりました、あ警察ちょっと一つ聞きたいことあるんやけど、これ警察着いた時ってやっぱり新聞記者とかワイドショーとか来てるんですか、マスコミ、やっぱああいう時でわし思うけど、やっぱこう下をつぶ人からダメなんですかね、わしね子供の頃から決めてましたよ、逮捕された時はもう絶対カメラ目線で行こうって、うん、もうだからもうこうバーッとなった時こういう感じでね、こういう感じで、でこっち側がね男前やって嫁はんが言うてくれまんねん、だからこっち側でクッカッカッていこう、あ それはダメなんですか、いやでもねあれ下をつむいといてもニュースとか見たら下をつむいてるとこ横にがっつり写真が写ってるやん、一緒やん、で、あっケイさん、それわしそれ用に自分の写真持ってきましたよ、これこれ使ってください、ええ、これあのディズニーランド行った時あのビッグサンダーマウンテン乗ってるやつ、ええリアクションしてるでしょみたいな顔してるでしょ、ああそっちで用意してくれてるの、あそうですか、わかりました、さあほな行きますか、うん、ほなすんませんがちょっと安全運転でよろしく、あれお前池田直樹やんけ、お前何してんだお前、いや知ってますね、池田直樹やんけお前、何してんだお前、神戸からお前小学校に3年生の時転校してきた池田直樹やろお前、ああほんでお前こう転校してきた時の家がお前遊びに行ったけどボロボロの家やったな、死体の匂いしとったもんな、ほんでお前の家の前に必ず野良猫が死にに来てたもんな、毎日大体 2,3 匹いつも死んでたもんな、うん、そのいて池田直樹って違うの、あ違うんですって、いやそうかなと思ってよう似てるし、違うんですか、うん、ほな行きましょうか、ほなもうすんませんね、ゆっくり、やっぱり池田直樹やんけお前、何が違うのお前、池田直樹やんけお前、お前小学校3年生の時転校してきた時その時の夏や俺らに生きてやな、お前ロケット花火100連発やったろなとか言って、お前生きて俺らの前でお前ロケット花火100連発やったろ、お前近所の山田さんの家全焼させちゃ池田直樹やろあ違うの、違うんですって、いやあの全焼させたらあれちゃうんかなって、いやあやっぱり池田直樹やんけお前、何を言ってんだよお前、お前小学校の時の運動会覚えてるかの、借り物競争の時はお前俺ら二人で勝手に1000円って書いてそれ府警に渡して、ほんで1000円もらって、ほんでゴールいかんとそのままあの中村の文房具屋行ってプラモデル買うて、
それバレて先生にとつかれ倒したな、あの池田直樹。そんですか、はいはい、あ違う、違うんですか、あ違うんですか、そうですか、うん、よう似てたしね、ほな行きましょうか。あ、ケリさん、ところでわし何の容疑で逮捕されたんだ。え、はい、下着泥棒。あ、はいはい、うん、え、下着泥棒ちゃうの。え、下着増やし泥棒、それ何ですの。え、人の洗濯物に自分の下着を加えて干すの、泥棒ちゃうやん、増やしてるやん、それ俺ちゃうで。いや勘弁してくれ、誤認逮捕やんけ。いやもう俺帰るよ。いやいや勘弁してくれ、俺下着泥棒やで、俺下着増やし泥棒ちゃうで、こんなもん冤罪やん、あかん、訴えるよ。いやもうちょっと下ろして下ろして、ちょっと、何やねん、何や、何、ちょっといけない、ちょっとなんか言うたってくれよ、もう急に言うたってくれよお前。え、下着泥棒も犯罪や。はあ、お前池田直樹違うな。はい、ということで1972年僕は7歳の頃で小学校1年生かな、覚えてるわ、ランドセル背太郎でね、なんか嬉しかったわ、なんかあのランドセルがね。そんで入学式や母親が来てね、おかんがもう張り切ってね、頭こうもうなんかアリのケツみたいにしてるんですよ。ほんなもうなんか周りの人が何みたいな感じで、おかんの横でみんなねやってるんですよ。家帰って分かったことなんですけど、おかんそのヘアスタイルのアリのケツ、ハエ殺す緊張アースを拭いてて、スプレーと間違うて、それ拭いて学校行きて変な匂いする言うてね、まあまあ、ハエは寄らんかったらしいよ。よかったよかった。また明日。